海藻かこれ。19時15分30分あんのか。え4番乗りが次は4番のリバーから出んの。あ、そこにある。え、ちゃうじゃん。2番のリバーやな。その次が4番のリバーなのか。あ、時間帯があるけど。疲れてそれからセリフも出てこない。とりあえずカモはあの時以来か。近鉄の鴨駅行った時以来か。あの時もまあわけのわからん行き方しましたけどね。さっきのスカイソレッサが出てくるみたいですね。一般乗り場で あ、これはレイアウトナンバーまで直接1個入ってくるんですね。ちょっとね、JR ってなって不思議です。ちょっと考えてみたら、あそこから乗り換えなしで逆算したらいけたんですもんね。どんだけ大回りしとるんや。あ、でもこれできたのもやっぱし米子からのショートカットできたの大きいですね。あれなかったら神戸線は遅れてるわ、なんか人が入ったっつって一時期止まっとるわ、岡山までも倒木で止まっとるわ、草津線の方は草津線の方でなんか止まってましたもんね。なかなか踏んだり蹴ったよね。あそこのやつはね、あそこで止まんの、あそこから一個に進ますね。よくわからん。え？
き止まったかな。もう一度奥か、岡山の方へね。ちなみに途中で言ったサービスパーキングエリアかは公式なんで、まあ、一応最寄り駅はここになるんですかね。まあだいぶ場所は離れてるはずですけどね。なんか姫新線か。いろいろレッドゾーンがあるからいろんな行き方あるかなと思いますけど、やっぱしいざ使おうと思うとだいぶ1日仕事になっちゃうんで厳しいですね。さっきの東西線のやつもさっきのどこまで行くんだ、キズまで来てキスからの折り返しかなんか変なとこまで行ってましたよね。どこ行きになっとったっけ。さっきのやつか、さっきのやつわざわざ4番乗り場に持ってって、で普段使わん3番乗り場4番乗り場を使って、でここの亀山駅は別のが入るんや。なんだ、なんでわざわざそんなことするんやろ。あれかな、2両編成なのかな。19時15分はここはちょっとお客さんの需要があるから2両編成で対応して、1両編成のやつは20時過ぎからやったらね、そんなに需要ないやろうからっていうのでしてんのかな。よくわからん。の折り返しのやつはずっと行って尼崎からそのまま福知山線入って篠山口まで行くんですね。逆に言うと篠山口まで頑張って来れば直通でここまで一応来る方法もあるっちゃあるのか。まあまあ時間かかるからあれですけど、ね、だいぶかかるな。いや結局こっちはかかるな。快速って言うともそこまで早く行きませんからね。とりあえず列車というのにもうちょい時間かかるかな。まあ待ちましょう。やっぱそうですね、19時15分に来るやつは2両編成なんですね。両数が多い分っていうことみたいですね。わざとそれで避けてこっちの方にしてやるんですね。なるほどな。そうか、それで20時20分発の難波行きのやつ、大和路快速かな、大和路線のやつもあれですね、こっちのホームにわざわざ入れるんですね。そうするとそこで乗った人は向こうの折り返しで使いますからね。3、4番って確か普段塞いでましたよね。だからわざわざ使うっていうのが非常に珍しいですけど、一応そういうようななかなか変わった運用をやってるんですね。